こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。入って半年ぐらい入になるんですけれども、ビハイアっていうですね、アニメとゲームと漫画の、求人および、売上アップのための、コンサルタントみたいなことをやっているような会社、なんですけれども、そこ入って総職として入りまして、半年ぐらい経ってですね、今何をやっているかというと、ちょっと弥生会計やってみないかってことを言われておりまして、なんと経理的な仕事を始めております。でやっぱですね、それなんでかって説明されたんですけど、いろいろと営業でですね、外に出たりとか、あるいは求人でですね、いろんな、求職者の人の話を聞いたり、転職のお手伝いをしたりですね、採用のお手伝いしたりっていうのも、それはそれで重要でですね、実際経理とかよりもやってほしいっていう話なんですけれども、とはいえですね、長い視点で見たときに、この弥生会計、経理的な仕事っていうものをですね、やっておくというのが、非常にですね、今後の、営業の、あるいはですね、売上アップの、あるいは、自分自身のキャリアアップのためにもですね、役に立つからやってみなさいと言われております。がしかしですね、これが意外とですね、難しくて訳がわからないくて、日々ですね、いろいろと、苦労しているというか、日もさっちもいかないような状態でして。もしですね、会計についてなんか良い本、これ、新卒とかでも何でも、あるいは経営者の方でもですね、ちょっと、良いような本がありますよみたいなアドバイスがあったらですね、これちょっと私の連絡先というか、ものなんですけれども、このサンクスアットラクジョブドット JP 松村まさるまで、いただけるとですね、非常にありがたく思っております。あるいはですね、同じような、ちょっとお悩みを持っているような方がいましてらですね、ちょっといろいろと話もしてみたいかなと、そうすると分かってくることもあるかもしれないので、そういったですね、ちょっと今の自分と興味がない部分の、仕事もですね、やってみるっていうのを、今挑戦しております。